サッカーのコーチが、10回ラリー続けるのにですね、どのくらい練習をすればなるのかということを視聴していきたいと思います。時間がない中、来ていただいてますので、1日1回10分で、それでどんだけこうラリーができるようになるかというのを、検証していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、私もコーチに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、でサッカーのですね、コーチがどのくらいでラリーをできるようになるかというのを検証していきます。よろしくお願いします。さあ、10回いけるか、やってみましょう。
ございます。なんかあの普通にテニス習ったことないで普通にうまかったびっくりしたんですよ。いやまさか10回で10往復のラリーが3回行ったんですよ。はい、惜かったですね。なんかテニスのいいところはあのサッカーのインストラクターからこうどこら辺が、僕個人的にはやっぱりサッカーやってからテニスをやってる子が多くて、やっぱそういうことすぐ上手くなってくるんですよ。やっぱ足の使い方がステップがうまいからっていう、ステップ重要だなと思いました、ね。はい、でもあとはなんかこう腕もこうしなやかに触れられてたんで、サッカーの方ってやっぱこうガッて入ってしならないんですけど、なんかすごく綺麗にスルーされたので、はい、ちょっと驚きでした。すごい楽しかったです、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。次回はボレーです